皆さんこんにちは、レクセニー講師の雲野です。それでは今回は2020年合格目標の実践力パワーアップ講座について、ご紹介させていただきたいと思います。それでは、実践力パワーアップ講座の特徴をご紹介いたします。まず一つ目、対象レベルなんですけれども、対象レベル1番と今後ろに書かれてますよね、一通り勉強を学習した方を対象としております。そして、今年の本試験、もしくは受験されていらっしゃらない方であれば、まあ、今までの模擬試験などで、15問からここですね、25問、程度正解した方、この15問から25問程度正解した方を、ターゲットにしている講座となります。ですので、レックで初級講座を受講された方ばかりではありません。ご自分で勉強された方、他の予備校等で勉強された方も大歓迎ですので、このレベルに合っているかどうかをまずご検討いただきたいと思います。そして、2つ目、講座のコンセプトなんですけれども、こちらですね、網羅的な講義をしていきます。いわゆるこの部分だけあの部分だけというようなですね、単発の講座ではなく、いわゆる全範囲を お話しするということをこの講座のコンセプトにしております。ですから網羅性を重視して、いわゆる改正点のみではなくですね、全般的に成績を伸ばしたいんだよなという方に非常におすすめだということなんです。そして3つ目なんですけれども、皆さんが心配していらっしゃるであろう民法改正への対応です。でこの実践力パワーアップ講座では、民法改正点に限らず全論点をブラッシュアップしてまいります。ですので私改正点じゃないんだよなという方にこそ受けていただきたいんです。改正点のボリューム、その分量としましては、民法の講義回数全20回のうちですね、改正点はこの 40% というイメージなんです。でこれはもちろん債権法相続法も含みます。ですから非改正点の方が実は多いということなんですね。私は改正点ではない、そこももちろん心配だけども、全範囲を上げていきたい、そういう方におすすめとなります。続いて、使用教材についてご紹介させていただきます。まず択一編の講義テキストなんですけれども、こちら今後ろに載っておりますけれども、これ昨年から導入いたしました。本当に重要なところに編みかけをかけるということを全科目で実施しております。非常に昨年好評いただきました。直前期などこの編みかけ部分だけを見ていただければ、一番重要な知識が短期間で全て習得できるからなんです。どこが重要かをもう編みをかけることによって一目瞭然にしております。そして昨年からですが、過去問番号もすべて平成13年以降すべての足を入れております。そしてですね、豊富な図を入れておりますから、皆さん方の理解を助けていくことは間違いないと思います。そしてですね、復習用教材としましては、こちらスマホで暗記司法書士またはセルフレクチャーを使ってまいります。スマホで暗記司法書士はこれは外販書籍で、皆さんに購入していただくことになりますが、セルフレクチャー、こちらについては受講料込みで皆さんにご提供させていただきます。特に民法改正につきましては、改正論点の過去問というものが現に世の中にはありません。改正論点、でもって出題されたことが、2019年までないからですよね。よって解説だけを新法対応にしてもどうしても物足りないというですね、ことになってしまうと思うんです。その点、新しく作りましたこの民法のですね、セルフレクチャー、今ちょっと後ろに映っているんですが、これ債権法改正対応のセルフレクチャーなんですが、すべて改正箇所入れて、でそして新法対応のいわゆる問題集として、新作問題集としても使っていただけるように配慮しております。ですので、改正法への対応もこれにてバッチリということになってまいります。はい。そして、今年から大きく刷新しました実践力の記述編について、最後にご紹介させていただきたいと思います。今後ろに映っております、記述編の講義、実は1回目から3回目までを赤松講師が、知識確認講義といたしまして、インプット講義を実施して、もらうことになりました。でこちらで、一問一答形式の、まあ、小問形式を使いまして、いわゆるひな型の単純な暗記に限らないですね、ストーリー性のある、まあ、小問形式の問題でもって、講義をするという形式になっております。テキストも一から新しくなっておりますので、どうぞ、楽しみにしておいてください。
そして4回目から6回目に関しましては、これは私の方で担当させていただきますが、これは4回目から6回目については改正に対応させました。不動産登記法も債権法改正の影響を受けますからね、改正に対応した記述問題集を使いまして、私の方で実況中継をさせていただきます。ですので開放の手順が決まってないという方にもこの実況中継お役立ていただけるんじゃないかと思います。さて、2020年合格目標の実践力パワーアップ講座、今年は改正というですね、大きなうねりの中で皆さんいろいろ不安に思っていらっしゃると思います。ですがそういう時だからこそ、大手のですねこのレック信頼していただいて、私たち万全の体制で皆さんを2020年合格へと導いていきますので、ぜひ大船に乗ったつもりでですね、レックの門を叩いていただきたいと思います。実践力パワーアップ講座、私と関西では赤松講師が担当いたします。ぜひ教室で皆さんにお目にかかることを楽しみにしております。それでは今回、実践力パワーアップ講座のご紹介をさせていただきました。参考にしていただきたいと思います。